こんにちは。佐々木敏郎作、栗の花の咲く頃の3回目をお送りします。松代は泣きそうにして、笠三郎の手にすがった。しかし笠三郎は、ぐんぐんとタンスの前へ寄って行って、引き出しを開けた。同時に、どこから飛び出してきたのか、次女の勝子も父親の手にすがった。お父さん、お父さんたら、お父さん。しかし、笠三郎は左手に刀を握りながら、右手でぐっと松代と勝子とを払いのけた。男のすることには、たとえどんなことにもしろ、女どもが口出しをするもんじゃねえ。笠三郎は二人を睨みつけるようにしていった。その目はギラギラと涙で濡れていた。頬にまで涙は流れてきていた。勝、お前もよく覚えておけよ。父親の笠三郎はそう言って出て行った。松代はやるせなさそうに勝子の頭を自分の胸へぐっと抱えた。勝子は母親の胸の中で静かにすすり泣きを始めた。殺すようなことまでしねえよ。脅すだけさ。お父さんの気持ちになれば無理のねえことだし。松代はようやくそれだけを言った。暗くなるまでには4時間余りもあった。高清水は歩いて行っても3時間で行けるところだった。汽車もあるにはあるが、小牛で東北本線に乗り換え、セミネまで行ってから京浜鉄道で月立まで行き、そこから高清水まで歩くとなると、乗り換え時間の都合や何かで3時間ぐらいで行けるかどうかわからなかった。それに笠三郎は、がま口を持たずに家を出てきてしまったのだ。しかし、汽車のあるところをテクテク歩いていくなどということは、笠三郎の気持ちのどうしても許さないことだった。そればかりではなく、たとえどこまでにもしろ、無一文で旅をするということは、笠三郎にはどうしてもできなかった。笠三郎は途中、しばらく躊躇してから米問屋に入った。ちょうど折りよく主人はうちにいた。そして笠三郎はすぐ茶の間へ通された。笠三郎さん、それはいつかの金本じゃねえかね？細長い風呂敷包みに目をやりながら、米問屋の主人は笑みを含んでいた。金本でがすよ。これだけは手放すねえと思ってたんでがすが、東京へ勉強に行っているせがれから、金をくれって言ってきたんで、とにかく持ってきたわけなんですがな。いつかの話を思い出して。笠三郎は座りながら挨拶代わりにそう言った。そりゃあもちろん送ってあげなくちゃなんねえね。私が売ってもらいますべよ。いつか私が言った値でいいかね。それがですね、私の気持ちでは、できるなら売り切りにしたくねえんでね。先祖から伝わってるもので、どうせ私からせがれ伝わっていくものだし、せがれの学士のために売ったとなれば、せがれも、何も文句はねえと思うんですが、せがれが成功でもしたとき、またそれが欲しくなるかもしれねえですからね。それでですね、今はあの半分だけ借りておいて、一応はせがれと相談してから売り切りにしたいんですがね。笠三郎はひげをひねりながら言った。そりゃあ承知です。半分でなくたって、元金に利子生添えてくださりゃ、私はいつでも返しますよ。それなら相談するまでもありますねえで。
それなら、せがらになど相談しねえんでいいんですがね。しかし、たくさん借りるのも気になりますから、それじゃあ、100円でいいかね。売り切りじゃねえですよ。承知です。頭を下げるようにしながら、米問屋の主人は店の方へ立っていった。今日はここまでにいたします。ありがとうございました。ずいぶん前になりますが、1年ほど宮城県の伊豆沼の近く、当時初浜町と呼ばれていたところに住んでいたことがあります。この作品に出てくる町の名が懐かしく感じられます。ではまた。